ホイットビーアイランドはアメリカ海軍のドック型揚陸艦。ホイットビーアイランド級ドック型揚陸艦の一番艦。艦名はワシントン州ピュージェットサウンドのホイットビー島にちなんで命名された。ホイットビーアイランドは1981年8月4日にワシントン州シアトルのロッキード造船で寄港し、1983年6月10日にサリー・ゴートン・夫人によって、 命名、浸水した。1985年2月9日に、PM マルドゥーン艦長の指揮下収益した。1981年2月に、アメリカ海軍は老朽化した、トーマストン級ドック型揚陸艦に代わる、新型揚陸艦 LS、LSD-41 の建造契約を、ワシントン州シアトルのロッキード造船と結んだ。 1981年8月4日に起港式が行われ、海軍長官ジョン・エフ・リーマンは、艦のキールにサインを書き込んだ。新型揚陸艦一番艦の名称は、ホイット・ビー・アイランドと名付けられ、その名を持つ初めての艦となったが、1940年代末には、ホイット・ビーという艦が存在した。ホイット・ビー・アイランドは、ルキャック -1 級エアクッション型揚陸艇を、 運用できるよう設計された初めての館であった。ルキャックの運用試験は1985年7月から9月、および1986年5月から7月まで行われた。2005年時点でホイットビーアイランドは、セドリック・イープリングル館長の指揮下揚陸グループ2に所属する。ありがとうございます。